こんにちは、ひさきです。今シーズンすでに開幕してから2ヶ月が経過しました。運用がうまくいってチーム状態が良いというチームや、運用がなかなかうまくいっておらず現在苦しいチームもあります。まあ、ただ開幕投手を務めたパリーグのエースたちになかなか勝ち星がついていないんですよね。そんな各チームのエースたちの現状についてお話ししたいなと思います。まずは2位です。昨年度から続く連勝記録は13でストップも、そもそも今季は安定感を欠いていました。開幕戦はしっかり結果を残し勝利をつかみ、その後も QS を見せながら早い回の失点、やはり6イニング以降が難しいこともあって、今季の打線だとなかなか彼に勝ちをつけてあげることができていませんでした。6月は2試合で防御率 1.46 も、7月は5試合で30イニング防御率 5.70、 6回6失点という試合や5失点という試合もあります。それでも西武の投手陣からすると6回を投げ切れる時点で素晴らしいんですが、先日の楽天戦は3回3被本塁などもあって6失点。もともとチェンジアップやツーシーム、カットボールを用いて打者のインコースに食い込ませる投球でゴロを量産していて、左に対しても攻めきることができていたんですが、今季は左に対して2割9分6厘、右に1割8分6厘と、右は抑えているものの左に対しては高めに行ってしまうと簡単に仕留められてしまい、去年よりその頻度が上がってしまっています。ややフォームも変わっていたり、本人が模索しているのは伝わってきているんですが、やはり投球の主体であるツーシームが2割8分1厘で12四死球とコントロールできていないのが非常に痛いんですよね。チェンジアップは2割で三振も覚えているんですが、失投もあって3被本塁打。やはり打たせて取るゴロピッチャーで、球速がものすごいわけではありません。なので精密なコントロールが超重要になりますが、今はやや苦しんでいる。得点圏被打率2割9分5厘、ビハインド同点では粘れているものの、リード時は4割2分9厘、2本塁打、16打点と打ち込まれている。まあ、特に左に対して投げる球が現状なかなかなくて、ツーシーム、カットボールが大事になってくるんですが、そこがなかなかコントロールできていないのが今シーズンの苦しい要因の一つかなと思います。まあ、ただテンポは良いからか、今年の苦しい打線の中でも援護率 5.24 と援護点は多い。ただ昨年のような活躍で貯金を作れているという状況ではないのが現状です。そして東浜選手。今季復活を見せた右腕。17年に16勝マークも、18年は好不調の波、19年は怪我で苦しいシーズンを送り、今季大事なシーズン。開幕前、千賀選手の怪我、そして投手陣全体が苦しかったことや、彼のアピール等もあって、開幕投手に選ばれました。開幕延期後も彼の評価は変わらず、開幕投手でそのまま行きました。四死球も目立ちますが、今季はかなり球速が平均的に上がっているような印象があります。まあ、昨年は怪我の影響からか145キロを下回る投球もあったんですが、今季はすでに153キロも計測など、平均的に148キロ近辺を投げることができています。ストレートが1割8分2厘で20三振としっかりと押し込めているからこそ、シンカーやカットボールで三振も奪ったり、ゴロを打たせることもできています。特にシンカーの被打率は1割8分6厘、そしてスライダーやカーブも目線をずらすことができていて、東浜選手本来の投球ができていると言えるかなと思います。まあ、ただまだ直球での四死球が目立っていたり、粘られることもあって球数が増えてしまって長いイニングを食えているかと言われると、まだまだ微妙なところ。またここのところは指の負傷で血を出してしまうこともあり、心配要素でもあります。ただピンチでも1割2分5厘と抑えており、対右が1割8分7厘で、対左が1割8分8厘と、左に対してもしっかりと投げ切ることができています。右に6被本塁打浴びてしまっているんですが、完全復活を果たしつつある。まあ、千賀選手がまだ本調子とは言えない中、石川修太選手とともにチームを引っ張ってくれていると言えるかなと思います。あとはコンディションでしょう。そして則本選手。開幕当初は2試合で14回2勝といういいスタート。これまでのようにどんな場面でも三振を狙うというよりは、要所ではとにかくコントロールミスをしない、コマンド意識というような投球でフォルムチェンジのような変化を感じていました。しかしその後は際どいコースには投げ込めていたものの、なかなか三振を取ることができておらず、フルカウントとなることも多かった。ソフトバンク戦では7回1失点で勝ち星がつかず、その後は3連敗。さらに先日の西武戦ではチームの勢いがついていた中で西武打線に火をつけてしまって、3回6安打3三振6失点自らのミスもあって、エースらしからぬ投球でした。もともと西武を苦手にしていたとはいえ、かなり深刻な不調を感じました。投球の 50% 近く占める直球で23三振も、被打率は2割9分7厘、そして3被本塁打13四死球、フォークは1割3分8厘、14三振、スライダーやナックルカーブ、チェンジアップもまずまずで、ウィニングショットがあるというのは現状なんですが、カットは2被本塁打で4四死球、やはり直球の精度が鍵になるかなと思います。まあ、これまで多く三振を奪ってきましたが、ピンチでの一打に泣いてきました。まあ、開幕当初はそれから脱せるような気がしていたんですけれども、今季もそれに苦しみそう。同点時の得点圏では4割、得点圏での一発というのはないものの、先発がイニングを食えなくなってきたことでリリーフの負担も上がっている。涌井選手が絶不調で長いイニングを食えていて、塩見選手が好調。
調。先日の西武戦ではこれまでの太田光選手ではなく堀内選手起用など様々な新しい取り組みも結果は出なかった。松木は足立選手で起用していくのかなと思います。まあ、彼が長いイニングを投げられるともっともっとチームは乗っていけそうなんですが、なかなかそうなっていないのも現状かなと思います。そして石川歩夢選手、今季開幕戦平均的に150キロを超えものすごい投球を見せ試合を作り勝利とはならなかったんですが、今季はやはり大きな期待を受けていました。しかしその後はなかなか球速が出ず奪三振のペースが減ってしまいました。もちろん打たせて取ることが持ち味で今季も制球に関してはさすがの一言、まあ、ただ被安打が目立っていてピンチが多い、まあ、しかしその中で毎試合6回7回まで投げられているのはさすがの一言で、得点圏特に同点時は4割1分2厘と苦しいんですが、ビハインド時には1割で多少失点し苦しい展開でも失点を増やさない、粘り強く投げられているのがさすが石川選手と言えるかなと思います。まあ、ただ直球の被打率が3割7分5厘3被本塁打、カットボールが3割5分2厘6四球2被本塁打、通信面やシンカーは被打率1割台でしっかりと使うことができているんですが、ストレートとカットボールどちらもトータルで投球の 50% を占める速球で苦しいんですよね。もともと球威タイプではなく被安打や一発が多いながら精密なコントロールで打たせて取る、そして長いイニングを投げてチームの援護を待ちチームに勝利をもたらしてくるというような投球を見せてきた投手ではあるんですが、まあ、今シーズン MLB 挑戦を公言していることもありますので直球の力がなおさら注目されていくのかなと思っています。昨年終盤良さを見せ復活を見せてきた石川選手、そして経験豊富な三馬選手、そして若手の種市選手や三馬選手らでローテーションを1年間回していく、まあ、この計算ができていたからこそ涌井選手をトレードに出したんですが、まあ、なかなか必ずしも彼に勝ちがついたというわけではありません。ただこの9試合のうち5試合でクオリティスタートを達成できているという意味では本当に栄養をやっとるというか、本当にしっかりチームに貢献してくれているのかなと思います。まあ、ただ正直もっともっと期待したいというのがファンの願いなのではないでしょうか。そして有原選手、日本ハムのエース有原選手も苦しい投球が続いていました。開幕戦では不運な当たりもあって好投ながら勝ちがつかなかったんですが、その後もなかなか援護に恵まれなかったりリリーフの失点などもあって勝ち星からは遠かった。ようやくロッテ戦では勝利となったものの、その後は8回完投ながら4失点で敗戦、オリックス戦では粘りきれなかったり西武戦でも5回6失点、ロッテ戦では7回無失点と素晴らしく今後上げていけるように見えたんですが、やはり昨年度最多勝で今季エースとしての活躍を期待していただけに現状の成績というのはやや苦しい。もともとコントロールが良くて四死球が少ないというのは今季も続いていてイニングも増えているんですが、まあ、昨年までのような精密なコントロールで打たせる、そして三振を奪う、そしてピンチでも粘り強く投げていくというような投球がなかなか今季は見られていません。突発的な乱調も目立ってしまいます。ストレートの被打率が1割9分6厘で12三振、フォークで1割5分2厘で17三振と、まあ、この2つ本当にさすがなんですけれども、通信面は4割3分8厘で甘いコースも目立っている、カットボールやスライダーも4割を超えており支配的な投球とは若干言いづらい部分もあります。まあ、チェンジアップも被打率が1割9分4厘で22三振と、まあ、こちらも決め球は機能しているものの左打者のインコースに苦しんでいるのか対左に対して3割8厘とやや打たれている。まあ、今季もしっかりウィニングショットが機能しているので三振も奪えていて直球も154キロと出ているんですが、突発乱調や大事なところでコントロールミスというところも目立ってしまっている。援護率も 2.67 と、まあ、有原選手も苦しいのはありますが援護にも恵まれておらず勝ちがついてきていない。日ハム先発陣、浅田選手の復活、まあ、マルティネスが1軍で投げられそう、まあ、バーヘイゲンも若干課題は見えつつありますが1軍で投げてくれそう、まあ、杉浦選手もローテーション定着というわけではなかったとしても1軍で長いイニングを投げれそうで、川野選手も1軍で1年目からしっかり投げられる。昨年のように有原選手依存というようなローテーションではないのは事実なんですが、まあ、彼にはもっともっと勝利を積み重ねていってほしいなと思っています。そして山岡選手、開幕戦で素晴らしい投球ながら相手もエースだったので勝ちがつかなかったんですが、今季もやってくれそうと大きな期待をされていました。またその後山本選手が素晴らしい投球を見せたので、今季はこの2人でどれだけの貯金を作れるかオリックスファンはワクワクしていたと思いますし、パリーグ他球団ファンは大きな心配をしていたと思うんですが、2戦目の登板で早々にベンチにアウトサイン、試合前から若干の違和感がありベンチにも何らかの相談があったのかなと思います。脇腹を痛めたという情報が出て即抹消、その後1ヶ月ほど登板はなく8月の阪神戦2軍戦で復帰登板、 3.2 回3三振と、まあ、おそらく球数で交代したと思うんですが、その後8月14日の中日戦では6回5三振で勝利投手も10安打6失点、大量リードに守られ勝利をつかみ三振も奪えていたんですが、岡林選手や根尾選手といった若手選手からのヒットなどまだまだ時間はかかるかもしれません。ただ山本選手がやや調子を崩しており、アルバースも貯金を作れていない、田島選手が好調ながら勝ち星に恵まれておらずチームの打線も低迷、負のスパイラルを止めるためにも早期の一軍もあるかもしれません。
ませんが、まあ、今上げてどうなるのかという不安の方が現状は強いのかなと思います。全体としてはこんなところ。ニールは持ち味を見せられているんですが、やはり2年目の適用ということもあってか、正直私が心配していたところが出てしまいました。かなり苦しい投球も目立っている。東山選手はかつての輝きを取り戻していて、というかさらに強力になっていて、あとはコンディション。則本選手は今季のモデルチェンジしたように見えたんですが、まあ、それが本物になるかどうか、今は苦しいんですが、彼が乗ってくると楽天は止められない。石川選手はある程度長いイニングを投げられているんですが、やはり直球が鍵、そして今後どれだけ投球術で抑えていけるか。有原選手はなかなか勝利とはなっていないんですが、先日のロッテ戦の勝利からどうなっていくか、まあ、石川選手、有原選手と MLB 挑戦の意思というのも表明していますので、まあ、今シーズンかなり大事になるかなと思います。そして山岡選手はコンディションを整え、いつ一軍で投げることができるか注目したいところです。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。